はい、みんなおはよう、しばすです。ちょっと最近ね、ネット調べてて、分かったことがあって、とりあえずYouTuber とか動画撮影において、照明の明るさはめっちゃ大事だっていうことが、そのカメラ映りの良さに現れるっていうのを知って、で、なんとかその新しい照明買おうかとかいろいろ悩んでたんですけど、一番手っ取り早いのが、部屋のシーリングライトのカバーを外すだけでめっちゃ明るくなるっていう情報をネット調べてたら目にして、で、実際に自家早速カバー外してみたんですよ。あれなんですけど、なんか六角形で、むき出しの六角形の LED 照明で、あれはあれでちょっとかっこいいなって感じで、で、ちょっとやってみますね。明るさ最大にします。はい、最大になりました。これね、直視するとね、眩しい、マジで。今までがちょっと暗すぎだったんじゃないかってくらい。この顔もね、結構明るくなる感じ。結構カメラ映り良くないですかね。肌が綺麗に見えるから、照明明るい方が。こういう感じでね、より一層俺の、カメラ映えが、これでね、今までよりもカメラ映えすると思うんで。シャキン。じゃ、またね、今日もなんか動画作ります。多分作る。うん。